はい、またその時間です。2030年までに巨大地震、経済崩壊、戦争など様々な出来事が起こるかもしれません。100年のジンクス、60年周期の法則、こういったお話はご存知でしょうか。以前私がお話しした100年ごとや60年ごとに同じようなことが起こるので、100年前、60年前に起きたことを見ればこれから起こることが予言できるというお話でした。今回は80年周期で日本は破綻するというお話。これを聞いた時皆さんは恐怖でしょうか、それとも80年前に何かあったかって思うでしょうか。ご興味のある方はぜひグッドボタンを押して進んでいってください。今回も当たるか当たらないかわからない法則の紹介、そして考察ということになっておりますので、あくまでも都市伝説エンタメとして見ていただき、防災意識だけでも高めてもらえたら幸いです。もともとは第5代気象庁長官だった故高橋光一郎氏は、著書気候変動は歴史を変えるの中で、日本は80年ごとに大変動に見舞われると指摘しました。80年ごとといってもちょうどの年ではなく、その年を中心として前後10年で見ていきます。起点となったのは1620年と言われておりまして、イメージとしては破壊と再生、破壊的な出来事が起きた後に復興や安定していくようなイメージです。では1620年を中心に見た時の大きな出来事は、1615年、大阪夏の陣で豊臣家が滅び、完全に戦国の世が終わったことで江戸幕府が固まります。80年後の1700年を見ると、1703年には元禄大地震、関東地方を襲った地震で推定マグニチュードは8前後とされております。6700人以上の死者が出たと言われておりますが、これに関連した火災などを含め、一番多く記録されている書物によると26万3700人もの死者が出たとも言われております。そして1707年、宝永大地震、こちらは南海トラフの地震で推定マグニチュード 8.5 前後、死者数は5000人から2万人とされております。またこの地震の49日後には宝永大噴火といわれる富士山の噴火が起こりました。ちなみに300年以上前のこの富士山の噴火が一番最近の富士山噴火となっております。その後さまざまな問題の復興策として享保の改革が行われます。では80年後の1780年を見ます。1783年には天明大噴火といわれる浅間山の噴火、その後1788年に近世の日本では最大の天明の大飢饉が起こります。その後寛政の改革が行われます。80年後1860年を見ます。時代は幕末。1853年には黒船来航、1854年には南海トラフでマグニチュード 8.4 の安政東海地震、その32時間後にはマグニチュード 8.4 の安政南海地震が起こりました。死者は数千人とのことです。翌年1855年にはマグニチュード7前後の安政江戸地震、こちらも死者は数千人から1万人程度だと言われております。そしてその後明治維新が起こり、明治時代へ。80年後の1940年を中心に見ます。このあたりはわかるかと思うんですけども、第二次世界大戦が起こったあたりですね。そして戦後の復興へ。80年後の2020年を見ます。今回の本題となるところです。2011年には東日本大震災、そして2020年から皆さんがご存知の今の世の中、この縛られた生活になりました。この80年の周期を解読してみると、創造維持、破壊と再生のサイクルになるかと思います。ヒンドゥー教の三位一体の神、創造の神ブラフマ、維持の神ビシュヌ、破壊と再生の神シヴァというのがありますが、最初に創造され世界は始まります。そして維持されるのですが、破壊が待っています。破壊された世界は再び再生します。こういうサイクルなのです。こういうことなのですが、これを80年周期に当てはめてみると、最初に創造と維持の60年間の後、破壊と再生の20年になるということです。破壊と再生が20年なので、中心の都市の前後10年を見るということですね。なので考えてみると、少し今までの説明と考え方が変わるのですが、例えば幕末の時の例を挙げると、1860年を中心の都市と考えるのではなく、だいたい1790年から1850年までの60年が創造と維持の期間、
1850年から1870年頃の20年が破壊と再生の期間と考えるべきなのです。例えば創造と維持の期間の1790年から1850年は発展とそれを維持していく期間で、いろいろと悪い部分もありましたが、化政文化といって浮世絵や歌舞伎、国学や蘭学などの全盛期の時代で、華やかで江戸時代の時代劇の舞台として最も多いのがこの時代となります。そして1850年代から破壊と再生が始まるのですが、その時代は皆さんお好きな幕末の世になっていきます。この時代に黒船来航で開国を迫られたり、新選組や坂本龍馬の活躍など、いろいろと世の中が大きく動いている時代なので、戦国時代に並び人気の時代の一つとなっていますよね。また地震によって大きな被害があったりも含めて破壊の時代となっております。そして1868年に明治時代になったように、動乱の時代は終わりに向かい再生していきます。私の解釈としては、20年の間に破壊と再生両方やってくるということで、ただ再生というのはまだ混乱しながらの再生という解釈となるのですが、なので明治に入ってからも戊辰戦争などがありました。この20年を抜けると創造、つまり発展と維持の時代になるということですね。この法則で言うと、1870年頃から明治の文明開化の華やかな時代になっていき、西洋化していくことで近代化していきました。そして1930年頃までは創造と維持の時代で、1930年頃から1950年頃まで再び破壊と再生の時代に入っていきます。でもその前に第一次世界大戦とかいろいろあったじゃんって思うかもしれませんが、日本は第二次世界大戦まで不敗神話があったほど、ほとんどの戦いで勝っていました。そしてこの破壊と再生の20年間に第二次世界大戦で敗戦、その後復興していきます。再び創造と維持の時代になった1950年頃から、終戦後の荒廃した世界からようやく立ち直り始め、街中にも建物が立ち並んだり、テレビや冷蔵庫、洗濯機など今の生活に欠かせないものが登場します。そこから2010年頃までは創造と維持の時代でした。確かに平成に入ってからは不景気のようなことは言われておりますが、戦争もなくパソコンや携帯が普及、そして今ではスマホやタブレットが普及したり、平成になってからもかなり発展して生活様式が変わっていきましたよね。そして皆さんが気になるこれからの話になっていきます。2010年頃から2030年頃までが破壊と再生の時代になるのですが、最初はリーマンショックの影響があったり、良くなかったと言われる民主党政権という時期からこの破壊と再生の時代は始まります。そしてこの最初の大きな出来事が2011年3月11日の東日本大震災です。その後も2016年には震度7を観測した熊本地震、この地震も前代未聞の地震で、1995年以降の新しい基準が制定されてから日本国内で震度7を観測したのはこの時点で東日本大震災を含めても3例しかなく、しかもこの地震の中で2回の震度7を観測しているという注目すべき地震なんですね。またその後2018年には北海道胆振東部地震でも6例目となる震度7を観測、同年2018年には平成30年7月豪雨という多くの地点で48時間の雨量と72時間の雨量の観測史上最大値を更新した豪雨もありました。そして2020年からは日本が今のように生活様式が一変するような世の中となっております。破壊と再生の期間が明ける2030年まではあと8年程度ありますが、これはいつまで続くのでしょうか。それは分かりませんが、この法則に当てはめると2030年までは完全に良くなるということはないということになります。2030年までに破壊のターンは終わり、明治維新や戦後のような荒れているんですが時代が好転する再生のターンが来るのは間違いありません。そして本当に良くなるのは創造と維持の期間となる2030年からということになります。果たして2030年までに巨大地震、経済崩壊、戦争、富士山噴火などまだ悪いことは起こるのでしょうか。それとも2020年から起こっていることが終わった時には好転する再生のターンが来るのでしょうか。いずれにしても2030年までは安心できません。ということでいかがでしょうか。2010年から2030年に関して言うと結構大きい破壊の出来事が起きたので、そろそろ再生のターンが来てほしいですよね。
これを乗り切れさえすれば2030年から2090年頃までは安心できる時代がやってきます。また今回は1620年を起点としましたが、これが世の中の真理だとすれば、もっとよく調べればもっと前から80年の法則はあるのかもしれませんね。これは地球規模の法則なのか、誰かが呪いのようなものをかけたのか、そのあたりが調べきれてないので気になります。当たっているかもと思った方はぜひグッドボタンとチャンネルを登録して魔族になっていってください。全然関係ないですけど、皆さんはどの時代が好きですか？私は幕末が好きなんですけど、皆さんは好きな時代をコメント欄で教えていってください。それではご視聴ありがとうございました。